ます。今日もね、白猫プロジェクトの方をね、実況はしませんけども、ね、ちょっとおしゃべりしていこうかなと思います。まあまあまあ、それはもう、ね、実況、プレイ実況とかは、プレイ動画とか上げないことは多分もう皆さんも、うすうす気づいてる人が多いでしょうけども、まあまあ、おしゃべりしていきます。まあもう毎度のことなんですけども、やっぱおしゃべり。これなんですね。おしゃべりをしていきたい、僕は。皆さんに。そう。だから、今日も、フォロワーさんにね、まあ、本当に、勝手ではありますけども、おしゃべりしていこうかなと思います。はい、ということでね、やっていきましょうかね。まあほら、また画面消えちゃうとあれだから、もう、サクサクね、ちょっと進んでいこうかなと、思います。まあ、白猫プロジェクト。レッツゴー!じゃんけんぽん太郎さん、ガーコー白猫で過労死するなよ。大丈夫です。任せてください。ね、俺のこの今の多分ランクの上がりのね、そのスピードをね、見て、ね、言ってくださってるのは分かってるんですけど、まあまあ俺止まらなすわ、もう。止まらなすわ。もう、完全に暴走列車と化してるんでね、完全に。うん。もう恋する暴走列車ですわ、本当に。ね。もう本当に白猫、大好きなんでね、言うても。だからもうランクもガンガン上げていきますよ。もう247ですよ、Y。どうですか、もう。たった4日ぐらい前までは181だった男がですよ。247です。もう、今日で300にします!次の動画までにはもう300にします!もう、約束するわ、もう。ね。ということで、はい、こんな感じですからね。ナミコさんかな?ナミコさん、アザエルさんかな?泣け!叫べ!そして死ね!ここまでだ。決まったっしょ?今、だいぶ、かっこよかったろ。すいません、ちょっとね、鼻のこの辺に鼻くそがずっと多分詰まってるんですよ。この辺にわかるかな?もうずっとここに引っかかりがあるんですよ。すげえ違和感なんだよな。ああ、もう。今はめちゃくちゃイケメン、イケボで言えたような気がするんだけどな。どう?どうだった?どうだった?とか言えてね。リリサさん、一緒に遊ぼうと。遊びましょう。もうほんと一緒に遊びましょうよ。誘って、協力とか、マジで。ほんとに。Twitter とかでもいいし。ねえ。YouTube のコメントでもいいし。ねえ。白猫のメッセージでもいいし。誘って。一緒に遊びたい。俺も一緒に遊びたいから。遊びたいから。ねえ。熊野さん。2015年9月27日開始。熊と。ね。和みますね。もう、和みますわ、もういろいろと。ねえ、もうそれにつきますと、和みますで、もう締めさせてください、これはね。うん。熊野さんね。まるまるちゃんさん、なんで髪染めたんですかと。いや、モテたいんや、もう。モテたいんや。まあ、特に正直、そんな深い意味はないです。別に髪を染めたことに関しては。うん。なんかたまたま家にあった染め子、ゴールデンウィーク入ったし、ちょっと気分転換で、って言って、ゴールデンウィークの前に、ちょっとまあまあ、髪の毛いたずらした感じですからね。ね。そんな感覚ですよ。別になんか特に深い意味とかは、まあ、別にないです。モテたいんや!白猫の皇帝、白黒の皇帝さん。ゴールデンウィーク中にランク250まで上げます。もう達成しましたね。俺、今日中に白の黒の皇帝さん追い抜きますからね、悪いけど。あ、もう音速のごとく、もう音速の貴公子って呼ばれたこのガーコー、めちゃくちゃ速いですよ、本気出した時。ちょっと、覚えておいて、ほんと。音速の貴公子だよ。ゆうちゃんなのよさ。あー、イノリンのゲロ食べたいんじゃー、と言ってますけどね。そういうプレイが好きなんですかね。まず、イノリンっていうのがちょっとわかんないんですけど、まあまあ、俺も、
あらが、ガッキーのゲロだったら食べたいかな。ね、ということで。リッチさん。夏春明アピトに9期1票をお願いしますと。あー、惜しい惜しい。俺今あれだっけ、誰だっけ誰だっけの俺。誰に投票してたんだっけ俺。あ、ジュリアだ。俺ジュリアにやってるんですよ。うん。まあね、まだ決まってないっていう人はね、春明アピトちゃんにね、入れてみてはどうでしょうかね。この機会に。僕は、ね、入れませんけども。僕が入れます。ステラさん。バリアンが出ない。ちょっとだけ待つつもりが。まあ、ほんとその気持ちわかる。ちょっとだけ、まあ、そうかなって思ってたつもりが、気づいたら3000個ぐらいなくなってますよね。ジュエルって。ジュエルってなくなってるんですよ。アマタキュン。アマタキュンね。よろしくお願いします。これからね。アマタ俺、欲しかったよな。光の棒みたいな髪型してますからね。本当に。ロロさん。変幻自在一撃必殺。リーグ運動は最強なのです。へへー。なるほどね。ピーマンなお子さん。ふう、明日やって休みと。俺も。一緒に仲良く頑張りましょう。さ、今日本日、ラストとなりましたね。ベルヘッサさん。ランク300やって、ベルヘッサさん。早っ。なんかこの前までなんか250とかだったような気がするけど、早いな。さすがっすわ、ベルヘッサさん。キャンペーン中は遥かと。よろしくお願いします。俺、リーダー遥かにされるとすごい助かるんですよ、ほんと。わかってるわ、ベルヘッサさん、ほんと。ベルタンわかってるわ。ベッタンわかってる、ほんとに。ね。ということで、今日もね、ちょっとこの辺で。ちょっと締めようかなと。最後一発ギャグで締めようかなとちょっと思ってます。正直。今まで、かねてから用意してた一発ギャグがあるんですよ。マジで。ということで今から披露したいと思います。すみませんか？